神田農園始まるよ。あ、予想はしてましたけど、こうやって水がこの隙間に溜まってしまう。はい、こんにちは、神田農園です。皆さん登録本当ありがとうございます。やっと300人になりました。ほいで、ハウスの最終的な結果なんですけど、よく見たらこんな感じですよね。やばい、タプンタプン。これを今から修繕改善していきたいと思います。ちょっとこれやばいね、ほんと。うわー、登ってくるかな。うわー、うわー、やっぱこっち。よいしょさあ、こうなることは想定済みです。想定済みですが、予想外な部分もありました。これはいけませんね。よいしょ、よし。そしたらこれ、トンネルコード、ビニール押さえとか、その誘引用の、これで補強していきたいと思います。はい、こいつは大活躍です。はい、今半分以上上にビニールというか紐を張っていきました。こっちが張る前で今水がこう溜まってるんですけど、張った後こんな感じですね。まあ、もうちょっともう一本縦に反対側にも張るんですけど、今のところピシャッと張れて雨水が溜まってませんね。いい感じ。ちょっとね、雨漏りがしちゃうのはこればっかりはね。はい、あ、大丈夫？いいよ。穴が開いたのは育苗中にこれトンネルかけてたんですけど、まあその時に飛んでった時に穴が開いたりいろいろして穴が開いてた分で、そこから水漏れしてるだけなんで、まあこれはね、修正すればすぐ治りますんで、まあ一応こんな感じです。あと次完成するまで移動します。はい、今終わりました。こんな感じで、ちょっと見えますかね。ちょっとアップできんか、ズームできないんですけど、あ、暗くしたらわかるかな。わかる？わかりますかね。これこっち向きとこっち向きと全部編み込んで、はい、全部編み込んで、この屋根の支柱、これに全部補強して入れました。最初トタンの板を貼るか、どうかな、貼った方がいいかなと思ってたんですけど、今日帰ってきてちょっとまあパッと見てこれでもいけるんじゃないかなと思って、意外とね、ここの木がちょっと下がってくるんで若干ちょっと怖いかなというのもあるんですけど、意外とこれでもいけそうですね。まあまあ、ちょっと思いつきでいつもやってるんですけど、まあその時その時で、まあ状況で対処していけばいいかなと思います。とりあえずですね、なんか台風はそんな、まあ来てもそんな激しくなかったし、以前台風すごいの来るって言って、何号やったかな、忘れましたけど、来たけど、そんなに、なんていうんですかね、ハウスじゃない、前のハウスも飛ばされなかったし、こっち側は、こっち側が家の壁で、こっちの、こっち北なのかな？北側が、そっち、擁壁があって、こっちも住宅地が並んでるんで、そんなに強い風が吹かないんですよ。で、ちょっと揺らしてみますけど、そんなに揺れないんですよね。
横揺れと縦揺れ、まあこんなもんですよね。強く思いっきり揺さぶっても木材自体はそんなに強い木材じゃないんですけど、まあこんな感じですよね。こっち側はまあそんなに吹かんけど、こっち側、こっち側の方が風強いと思うんですけどね。まあちょっとこっちの風に弱いかな。ここ下がずれてるんで、ちょっとね、中に入り込んでる。なんでここ下はなんか固定するなりなんかすれば、ある程度風にはまた強くなると思います。あとちょっと細かいとこ見せてもらいましょうかね。ですね、こっち、ここですね。ここはちょっとサイズミスでやり直したとこなんですけど、まあ、こうやって外と繋がってます。ちょっと外も補強が入ったのか、あ、違うか、網戸か、あれ、こうやって外と繋がってて、まあ網防虫ネットがあるんで、ある程度虫を防げるし、まあ多少ゴミがここ溜まった時にここから吐き出すのもできるかなと思ってます。で、あ、出入り口ですね。出入り口はちゃんと長板で、よいしょ、こんな感じ、こんな感じでドアしてます。ここもね、防虫ネットとこの PO、 ノー PO ですね。これもここに穴開きトンネルなんで、こう穴開いてますけど、で、あとここに取っ手をつけたら、まあ実質上完成ですね。まあ、このチェーンはこうやって開きすぎて家に当たらないように防止するチェーンで、あとはですね、ここ鍵は何式というかわからないんですけど、もう押してガチャッと閉めれるようにしてます。ちょっとね、木がこれ反ってきたりすると閉まらなくなる可能性はまだあるんですけど、今んとこ大丈夫かなと思います。外側はこんな感じですね。ちょっと裏行ってみましょう。裏はこんな感じですね。なんか汚いですねこれ。ちょっとなんか二重張りとかしたとこがあって、だいぶやばいね。まあ、とりあえず 2,3 年使えれば本当いいと思ってるものなんで、まあね、本格的にやるときはちゃんとビニールトンネルっていうか、なんか、ね、鉄パイプの普通のハウスですね、育苗ハウス、それで作りたいなとは思ってますんで、一応今は一旦これで代用したいと思います。で、ちょっとね、問題が発生しまして、こっち側の夏は、午前中結構日が入るんですけど、冬場がね、どうしてもちょっと日が当たらないみたいなんですよ。ちょっとね、そこら辺はかなり一番の計算ミスかなと思います。わかりますかね、こっち側の山のここら辺から多分東で上がってくるんですけど、多分ほんの一瞬だけ日が当たってると思います。なので一番夏野菜の時期、一番このハウスが重宝する時が、もしかしたらそんなに温まらないかもしれないです。このハウスで一番問題なのは日が入らないので、徒長するのが一番厄介ですよね、おそらく。園芸マット買ってるので、それで暖かさはある程度問題な解決すると思うんですけど、日がね、ちょっとね、日が入らないと
調して葉物野菜はどうしようもないことになるんで怖いなと思います。これもね、どうしても二重になる、とこが多くて若干どうなんかなっていうのもあるんで、まあ今回ちょっとね成功はしてないかな、してないし、あ、まあこのハウスは一応ね風にはまあまあ強いと思うんですけど、まあ、あと育苗ハウスとして使えるかどうかですね、問題は。で、このハウスはもう育苗ハウスとして使えんかったら、もうその時はもうここめちゃめちゃ広い亀小屋として使おうと思いますんで、ね、亀小屋やったらめちゃめちゃ広いですよね。最高の場所と思います。はい、一応こんな感じですね。なんか完成がねちょっと雨の日であんまり綺麗な映像じゃないんですけど、一応完成動画なんかきっちゃないしね、下がまあこんだけ雨が降り込んだってことなんで、これどうにかせないけんですね。雨が外からこう流れ込んでここに雨水マスっていうんですかね、排水溝があるんですけど、ここに流れ込んでいくようにはしてるんですけど、それで土が流れ込んでくるんでしょうね。まあまあ場所もここしかないし、まあとりあえずこれでやっていきたいと思います。じゃあちょっと外観からもう一回全部見てみましょうか。外観はあんな感じですね。そしたらですね、ここ今からここ綺麗にして、コンテナを並べて、苗を置いたらどんな感じになるかやってみたいと思います。